けた？これでいけるかな。はいはい。じゃあ作っていきますか。ちょっと待って、米ビュー起動させるわ。これでいけるかな。コメントテストって書いてみてもらってもいいですか、皆さん。コメントテストって書ける。テストって。テストって書いてくれると嬉しいです。米ビューのチェックです。今日は2019年3月の13日、23時7分です。あ、テスト OK だね。じゃあ映像、OK なんで作っていきましょうか。さて、どうしようかな。A パート、オープニング、エンディング。これで表現したいことは何なのかだよな。リスナーさんと作るショートムービー、どういうテーマで作ろうか。テーマ、ワンテーマしか、テーマは何だろう。A パート、 B パート、エンディング、エンドロールでいいか。 B パート、エンディング、エンドロール、オープニング、小点結、どうしようかな。サラダバどうしたらいいかね。はい、わざつ。何をテーマに撮ろうかな。どうしようかね。今からね、映画作ろうかなと思って、5分の映画作ろうかなと思ってる。なんかみんなと一緒に映画を撮ってみようっていうことで、ショートムービーを作ってみよう。で、みんなと一緒にゼロから作るっていう企画だね。系の映画作ろうか。
ドキュメントで行くの？創作で行かないの？せっかくなのに。ドキュメントで行くの？一番作りやすい。いや、別に作りやすいとかじゃなくて、まあ、なんか今持ってる機材で、なんかみんなとわちゃわちゃ暇つぶしできたらいいなと思ってるんで、なんでもいいよ、テーマ。アクションでも、恋愛でも、ホラーでも。遊び遊び。なんかみんながこういうアイディアがあったら面白そうみたいな。なんでもいいよ。フリーで行こうよ。遊びだから。どんな系でいくかねよ。ツイキャスもこれ見れてんの？見れてるっぽいね。大丈夫だ。どうしようか。何系がみんな見たい？あ、全然いいよ。高次機能障害とかでも全然いいよ。障害者をテーマにしてもいいかもしれないよね。障害者にする？テーマ。障害者にする？障害者にする？アスペルガーで行く。どうしよっかな。どうしよっかな。アスペルガー症候群。アスペルガー症候群にしよう。障害者のスーパーヒーロー、面白いね。障害者のスーパーヒーロー。今の消さないで、ちょっと待って。これが症候群で、障害者のヒーロー、障害者のヒーロー。なるほど。障害者のヒーローものか。で、障害をどう打つのかっていう対比。障害者がどうなるのかっていうね。障害者がどうなるのかっていうね。障害者のヒーローがテーマ。障害、どんな障害を持ってるのか。主人公、男性でいいの？男性。キャラクター像を作っていこうか。アスペルガー症候群。
ヒーロー姿もちろんもちろん自由です、自由です、どうとでも転がせます、自由です。僕らはあのルールはない、作りたいものを作れる、それが特典です、特権ですよ。助けてほしいことが全然伝わらないと、ああ面白いね、いいね、いいね、それいいね、なんて文字化すればいいんだろうな、助けてくれない、助けてくれないヒーローね、ヒーロー、おー面白いね、助けてくれないヒーロー、うん、面白いね、うん、面白いね。あとは何だろう、助けてくれないヒーローって面白いね、助けてもらうヒーローね、あー面白いね、最後助けてもらうっていうのいいね、助けてもらうそれヒーローなのかっていうねヒーロー、助けてもらう、助けてくれないヒーローで助けてもらうヒーロー、面白いね。あ、じゃあこうしようよ。A パートで、キャー助けてっていう、まあまあまあ、キャー助けてかどうかは知んないけど、まあ助けてもらうくだり、定番のくだりがあって、で、なぜか加害者の方、加害者に寄り添うヒーローね。で、被害者の方が、なんで助けてくれないのよっていうパートを作ってからの助けてもらうヒーローの流れにしようか。ヒロインに助けてもらおうか。ヒロインに助けてもらう、ヒロインに、ヒロインに助けてもらうと、もういいんじゃない、なんで私のこと助けてくれなかったのよって言って助けてもらうっていう展開にしようか、うん、ヒロインに助けてもらうと、5分だからな、どうしようかな、どうしようかな、助けてくれないヒーロー、そうするとヒロインが必要なのか。はい、こんばんは。障害者っていうのをどうやって表すかだよな。ここはだから暗喩でいいのか。暗喩というか、ここは別に前面に出さなくてもいいのか。ああ、それいいね。本人は勘違いと。
でも5分だからな。5分だからすごく難しいから、あんまり広げすぎてもダメだし。回収できなくなっちゃうからね。5分間でだから本当にすごくシンプルに伝えないといけないから。でもまあ基本的にここでいいんじゃないかなとは思ってるけどね。どっから撮るかな。取捨選択、まあまあワンテーマでいいか。まあこんなところで、じゃあオープニングがどんな展開にしようか。オープニング、どういう展開に持ってこうかな。どういう展開にしようかな。変身シーンから撮る。変身シーンから撮る。はい、こんばんは。どうやってやったらドラマチックになるかな。つかみだからな、オープニング。オープニング、つかみは全てでしょう。どういう絵でいこうかな。言い方好き？どうすっかな。武器は何にする？武器は。どうやって戦うの？ヒーローは。
走ってるシーンから入ろうか。主人公が走ってるシーンから撮ろう。走る主人公の足元と。走る主人公。こう、つった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 って走るところから入ろうよ。どう？走る主人公の足元。湘南はロケ入っちゃうから、パッて手軽に撮れる感じだから、がいいな。こけるの？なんでこけんの？走っていて、ヒロインに親切にしてもらう？ありがとうございます。24号さん、走る主人公が走ってを通信してる描写書こうよ。何か通信。その主人公の妄想なんだけど、主人公の妄想なんだけど、ナビゲーターみたいなやつの名前考えて。ナビゲーターみたいなやつの名前。で、主人公が走りながら これ主人公の妄想なんだけど、目標を捉えた。なんとか通信をしてくれとかいう、ナビゲーターの名前、もう主人公の妄想なんだけど、ナビゲーターと、なんかいるじゃん。ジェームズ・ボンドとかさ、誰かと通信してるじゃん。そのなんかナビゲーターっぽい、そう、機関のエージェントの名前考えて。なんで名前にしようかな。M に、M はパクリでしょ。M は。M はパクリでしょ。ラクナビ。中二病っぽいのがいい。そう、だってアスペルガーの主人公だから、これ完全に妄想なんだけど、主人公の。でもそこは役に入らないと後でオチが効かないから。オタコンって何なの？オタコンって何？オタコンって元ネタが分かんないな。26号さん、オタコンってどういう意味なの？ゾーン。なんか中二病っぽい用語をバンバン飛び出させたいね、この冒頭のシーンではね。
で、決め台詞はやっぱり主人公の決め台詞、敵目標に主人公、ちょっと待ってね、主人公、ここからだね。ここまでオープニングだね。ブルーインパルス起動からだね。ゾルタクスゼイヤにしようか。ゾルタクスゼイヤいいね。長いな。ゾルタクスゼイヤでいこう。目標までの距離300、ゾルタクスゼイヤン。対象のデータを、どうしようか。対象のデータをもう一度洗ってくれ。もう一度洗ってくれ。走る主人公。目標までの距離300、ゾルタクゼイヤン、もう一度手に、もう、対象のデータをもう一度洗ってくれって。で、ブルーインパルス起動で、ここは要はアクションなわけよ。中2アクションなわけなんだけど、そこからその姿は吉野家に入って牛丼食べるシーンからオープニングにしようよ。吉野家がすき家か松屋にウィーンって入って 普通に牛丼食べるシーンからオープニングタイトルコールでよくない？からの、からの、牛丼を食うと。で、オープニング、タイトルと。何だったんだこのくだりっていう、ね、これで、あ、こいつ気違いなんだっていうのを出そう。そうしよう。さて、どうしようかな。ここちょっと30秒ぐらいの尺使いたいな。30秒の尺でいきたいな。ここまで30秒ぐらいの尺使いたいな。ゾルタクスゼイヤンはセンスあるね。壁に寄りかかり、息を整えながら、壁に寄りかかり、息を整えながら、武器の最終確認を、武器の最終確認をすると。これでいこうか。走る主人公、走りながら目標までの距離300、ゾルタクス恋愛対象の、ここなんか仲回しのセリフにしたいかな。なんかいいセリフない？
キロまでの距離300。ゾルタクスゼイアンっていうのが割れるよね。ブルーインパルス起動って言ったら iPhone の Siri が反応しようよ。iPhone iPhone の Siri ここよくない？Siri のスペルってなんだっけ？これ面白いじゃん。iPhone の Siri、Siri が喋ると。ブルーインパルスシステムにしようか。システム。そうしよう。武器の最終確認をすると。で、主人公と、あれなんだこれ、でタイトルに入ると、おっしゃってる意味が分かりませんつって、会話の相手は全てシリなんだけど、うん、ブルーインパルスシステムのことをシリだから、なんて言うんだっけシリって、ちょっと確認しよう、ちょっと待ってね、あれシリって喋らないんだっけ、あれ、すみません、何とおっしゃったか分かりませんでした。これちょっとシュールだな。ブルーインパルスシステム起動、あれブルーインパルスシステム起動、ブルーインパルスシステムという名前のアップは見当たりません。アックストアにあるかどうか調べることはできますよ。あ、ヘイシリって言うんだ。ヘイシリ、こんにちは、お呼びですか。どう思っていくか後で考えないな。ピコーンって音鳴らなかったっけ。ピコーンって音鳴った記憶があったけどな。ヘイシリっていうの、ヘイシリ、ん、ヘイシリ、あ、ダメなんだ、ボタン押さないとダメなんだ。ご用件は何で、ピコンみたいな音なんなかったっけな。それは面白い質問ですね、ケシューさん。うるせえわ、高光だわ。近くの吉野家、近くの牛丼屋。位置情報サービスをオンにしていただければレストランをお探しできます。シリも役者の一人なんで、よくわかんねえな。近くの牛丼屋、位置情
レストランをお探しできますよ。シリの音声入力、シリの音声入力、シリ、シリどこだ、シリよくわかんねえな。でまあここまで武器の最終確認をして、でここでワンゼリフ入れたいな。どうしようかな。スーパーヒーローのユニフォームは持ってるからな。スーパーヒーローのユニフォームは持ってるから大丈夫だ。いや、向いてるか向いてないかなんかどうでもいいでしょ作りたいから作ってんだから。向いてるか向いてないかなんかどうでもいい。いるよ。暇だな、暇だな。いや、めちゃめちゃ進展してるけど、めちゃめちゃ進展してるよ、めちゃめちゃ。武器はねあるから大丈夫。武器もユニフォームもある。完璧でしょ。完璧でしょ。全然いいけど、小道具は揃って、小道具は揃ってるから。
いいでしょう、P90。ベレッタもあるよ。サブウェポンベレッタだから。手作りの仮面は、手作りの仮面ダサくない？P90 は中2だよね、うん、あいつがいらっしゃい。お疲れ。サブウェポンはベレットだからね。P90 かっこいいよね。うん。2回目からは呼び捨てだから。モーゼルミリタリーがあったらなおよかった。うへーっつって。寒くないよ、大丈夫だよ。甘えちゃいけないの？なんで？俺甘えて生きてるんだけど。人様から小突きをして甘えて生きてる人間だから、甘えますよ僕は。甘ちゃんだから。甘ちゃんシフト確認。はいはい。今日2万買ったね。500円で当たり引いた。コーヒーもうタリーズ飲んだし、缶コーヒー1本飲んだからいいや。10回転以内で当たって2万買った。なんかせっかく2時間ぐらい遊ぼうと思ってたのに全然遊べなかったね。え、もう当たんの？と思って、早っと思って。花のケージだから当たりがでかかった。サクッと2連チャン、3連チャンか。今日花尾ゲージ3万、8万買った。だ一撃やっぱ2500発はでかいね。じゃあさっきねスタバに行って、そのまま今日パチ屋行ってくるわっつって、だから3時間後にまた放送開くって言ったら、座ってすぐ500円で当たり引いて、であれって負けたのっつって、いや勝ったわっつって、全然面白くなかった、うん、すぐ終わっちゃったよ。一瞬で終わった、遊びは。いや俺普通に負けようつうか、久々にパチンコを楽しもうと思ったけど全然楽しくなかったよ。今ねえ、いやもう9時ぐらい、ん8時ぐらいに行ったのかな、8時半ぐらいに行ったから、いや今から当たり引くのもう無理だなと思ったらすぐ帰ってきた、うん、久々行って2時間ぐらい時間潰そうと思った。すぐ終わっちゃったんだ、残念ながら。俺即やめだね、勝ってる時は即やめだから、確
編終わったらすぐやめる。500円で2万勝ちだね。500円の2万勝ち。エスパスじゃないね。なんだっけ、都庁のところにあるやつ。なんつったっけ。ホテルの下にあるやつ。ホテルの上か。いや、ホテルの、なんだっけ、何ホテルだっけ、あれ。エスパスってどこにあるんだろう。別にダラダラやってもいいんじゃない。どうせ遊びなんだから、パチンコなんか暇つぶしなんだから。まあ、ただなんか勝ったけど全然面白くはなかったよ。息抜きにならなかったよ。イチノアンボーナス外したら邪金おりゃーとか言って、え、当たんのと思って、まあ、なんとかボーナスだからこれ確変にならないだろうなと思ったら、ギュビングビングビングビンとか言って金色になって、えっと思って、確変なの、まあ外すんだろうなと思ったらすぐ5回転でうわーとか言って当たって、で次もまたすぐ当たって、でそのままスルーして終わった。あ、そうそう、わしホテルだ、猫の公民館。遊んだ気になる。ゲーセン行けばよかったな。ゲーセン行けばよかった。あ、新宿に24のゲーセンある。ゲーセン行こうか、ドラム叩こうか。なんか暇だな、今日暇だわ。なんかいいゲーセンあるかい。メダルゲームね。あ、メダル残ってんのかな。俺新宿でメダル大量にあるんだよな。いや、取ってつなげるだけだよ、ショートムービー。別に メダルゲームやりたかったな。なんか一人で遊ぶの寂しいよね。人嫌いのくせして人寂しいからダメだよね。遊び行きたい。ややこしい性格だよな。メダル持ち帰れるっていうか、なんかカードに保存しておくんだよね。あ、なんかゲーム買ってゲームやりたいな。トランプ？なんかゲームなんか一タイトルクリアするゲーム配信やりてえな。ゲームやりてえ。無償になんかレトロゲームとかやりてえわ。ロックマンとかやりてえ。一タイトルクリアするゲーム配信やりてえな。スーパーファミコンのあれが壊れてんだよな、配線が。あれさえ直ったらスーファミできんのに。ロックマン面白いよね。配線が壊れてんだよね。あのスーパーファミコンから出力するあのなんか赤とか青の端子が壊れてて、それさえ買ったらゲーム配信できんだけど。
ミニファミコン持ってないっすね。ミニファミコン持ってない。てかもう今お店、あ、ドンキホーテとかに売ってんのかな、ミニファミコンって。なんか昔のレトロゲームクリアするまで寝れませんや、やりたいな。いや、あれあるよ。だから、その配線が断線しちゃってるだけで、配線が断線してなかったらあるよ、ファミコン。配線がダメになってんの。配線売ってないでしょ、ファミコン。たまにはね、ドラクエとかまったりやりたいよね、家の中で。ゲームとか麻雀とかやってる時のあの配信感すごい好きなんだよね。何やってんだろう、俺みたいな。パチンコやってる時もそうだけど。うん、あれすげえ楽しいよね、レトロゲーム配信。ブロードウェイ売ってる？今度ブロードウェイで買おう、ね、ゲーム配信やりたいな。なんかカソルシいいんだよな。あー、なんかいいわ。もうダラダラ身内でゲームやるっていいよね。ダラッダラダラッダラ。ゲームセンター CX とかもいい番組だったよね。なんか廃人的な番組やりたいね。ダメ人間だなっていう。あ、ブロックしました。報告ありがとう。ネトゲはハマらないんだよな。なんかあの物語がないやつ嫌いなんだよね俺。ストーリーがないゲーム好きじゃないんだよね。あれ面白かったな、ワンダープロジェクトだっけな、あのピノキオみたいなゲーム。そう、なんかずっとレベル上げさせられてるみたいな感じがして全然面白くないんだよね。なんで俺ずっとレベル上げさせられてんだろうみたいな。麻雀はあんまりリアルにやった方が面白い。魔界村面白いね。魔界村いいね。レトロゲームやりてえな。あの時間を無駄にしてる感じがすげえ楽しいんだよな。スペランカーわかんないな。ゲームつかないよな。ゲームダメだよな多分。ゲーム配信著作権自体は、なんだっけ、これ払ってるから大丈夫、ジャスラック登録してるから大丈夫だよ。ふわっちはゲーム配信できる。ただゲーム配信流行らないんだよね、ふわっちが。リスナーがあんま求めてないんだ。またカラオケ行く？何やる今日？またカラオケ行く？一人カラオケ配信できる場所見つかったから、カラオケかなんかやる？なんかゲームはあんま求められてないね。普通ゲーム配信人結構集まるんだけどね。ふわっちのリスナーはね、ゲーム求めてないんだよね。予算とかもかそるかんね。
はい、ブロックです。いや、予算でも200人とかになるよ、ゲーム配信。ドラム叩こうかな、久々。どうしよう。鮫島さんゲーム配信なんか100人200人とかじゃなかった？集まるの。そんなに人集まってる認識ないな。はい、ブロックです。ドレさんの散歩、ドレさんの散歩つまらないんだ。なんか面白そうだけどね、ドレさんが散歩してるだけで。人気ないんだ、知らなかった。何やろっかな今日。暇だな。何やろうかな。何して遊ぶ？どうしよう。何しよっかな。連投ブロックです。何やろうかな。面白い遊びないかな。はい、こんにちは。収益調査期間どれくらいかご存知ですか？あ、わかんないですね。ごめんなさい。わかんないです。運営さんに問い合わせた方がいいですよ、そういうのは。あ、間違えた。はい、ワード2、お疲れ。
髪の毛の色抜けてきちゃったね。いや、もっと濃くしたいかな、俺は。もっと濃くしたい。ああ、リスナーの層変わったよね。なんかね。ふわっち全体のリスナー層変わったかんね。しょうがない。昔もっとね、なんか面白い人たちいたけど、なんかみんないなくなっちゃったよね。アーリーアドプターに囲まれるとダメなんだ。アーリーアドプターじゃなくて、レイトマジョリティか。面白かったものが面白くなくなっちゃうんだ。ね、濃いめの青だとかっこいいよね。ちょっと明るいんだよね。まあ、しょうがないよな。何やろっかな、今日。ひまちゃんだよ。はい、わざつ。連投ブロック入れてるよ。連投ブロックしてるしてる。配信者はまあリスナー選べないかんね。そりゃそうでしょ。連投する？ああ、まあ、まあ、エクスパンド。いや、ブロック入れてるよ。ブロック入れてる、入れてる。何しよっかな、今日。暇だな。何やろっかな。いやー、単純に暇だなーと思って。印象、なんで俺の印象悪くなるんだろうな。人からか、人から行くか。カラオケ。ああ、でもなんか歌っていう気分でもないんだよな。人から行こうか。女と別れたね。どうしようかな。ドラム叩くか。ドラム叩くのも結構ストレス発散になるんだよね。ドラム叩くか。どうしよう。どうしようかな。いや、起きたばっかりなんだよね。山今から登んの？ 山登る？今から山登るっていう発想はなかったな。なんか面白いことないかな。
なるほど。山登りってあんましたことないんだよね、俺。山の選手はすげえ時間かかるね。ゲームはだからさっきも言ったけど、機材が壊れてる。うまい棒は100本食べれないね。俺は正直言うと、エクスパンドより25号がネチネチコメント書いてる方がなんか印象悪い気がするけど、俺個人ね、ごめんね。なんか、小せえなと思って、なんか25号の方が雰囲気悪くしてると思ってますね。なんかネチっこくてめんどくせえかな。ごめんね。正直な感想。全然エクスパンドのわけわかんないコメントの方が害がないけど、25号がネチネチなんか書いてる方が印象悪い。正直な感想。いやいや、それ言われる前提じゃなくて、そっちの方が嫌がらせしてるっていう感じがする。悪いけど。いや、そんな話関係ない。バーに遊びに行ったからどんな人が知ってるとか関係なくて、あなたの方が迷惑をかけてると思うよ。関係ない。バーに遊びに来たとか来てないとか関係ない。クソバイス。クソみたいなアドバイス。クソバイスですね。で、ショートの映画撮ろうと思ったけど飽きちゃった。狐枠っていう匿名になる枠っすね。匿名になる枠っすね。モノクロの公演を舞台にしたあなたの試作フィルム。モノクロで撮ってないけどな、俺。スポンサーさんが支援したいのですか？ありがとうございます。DM か LINE をいただければ嬉しいっすね。DM か LINE で。そしたら、講座を教えるんで。メリットなんだろうね。なんだろう。楽しいじゃない。あとギャラが1万5000円出る。まあ儲かりはしないけど。10万まだ使ってないね。パソコンの貯金にする。10万だね。ありがとうございます。社長に話すの？違約金50万だ。違約金は50万。なんでギャラが1万5000円なのに違約金が50万なのか意味がちょっとわかんないけど。なんか金額おかしくねっていう。50万のギャラで50万の違約金だったらわかるけど。いや、わかんない。内訳は便所太郎さんに聞いて。1万5000円のギャラしか払わないけど、違約金は50万なんだと。どういうことっていう。
ちょっとわかんないよね。配信者ってそういうもんだから、所詮配信者のイベントだから、ステッカーなんて1枚も売れてないよ。笑うだろ。ステッカーなんか1枚も売れてないよ。赤には戻さないかな。ブルー結構気に入ってる。ただね、ブルーにしてから本当にインポになったの。ブルーにしたからインポになったのか、朝比奈ちゃんと電話したからインポになったのかわかんないんだけど、ブルー効果すごいよ。性欲がなくなってるんだよね。契約金も払えないよ。ジムのトレーニングだ。朝比奈が原因なのかな。恋愛映画とか全然撮るよ。恋バナで春っぽいの作って、あ、全然さっきだから脚本書いてたんだけど、あんまり盛り上がらなかったからやめちゃったね。桜舞い散る中に忘れた記憶と、あの PV いいよね。君の声が戻ってくる、吹き止まない風のあの頃のままに。知らない、のりこと絡んでないから。誰にどう暴露すんの、何を。別に暴露されるようなことなんか何にもないけど、めちゃくちゃだよね。本人が別れたいっつって別れて暴露するってどういうことだよね。ヒュルリラヒュルリラゆるりら、気楽気楽。うん、わかんない。食えなくなったらどうするかなんか考えてないね。大丈夫じゃないの、アイテムもらってるし、今のところ食えてるから。将来のことなんか考えてたらやってらんないよね。今が良ければそれでいいんだよ。紐になりたいんだ。一人は寂しいかな。素敵なパートナーと出会いたいですね。一人は寂しい。写真だけ撮られて生きていきたい。ああ、なるほど。映画キャストオーディション、基本的にオーディションやりますけど、先に連絡っすね。もう40人くらい集まってるんで、あと配役決めのオーディションだけやりますね。あ、わかんない。やりたいやつが残るんでしょ。やりたくないやつが残らないだけで。才能あるのにやめてったやついっぱいいるからね。こんなに面白いのにやめるんだと思って。やりたいやつが残るだけでしょ。佐藤さんから見て才能ある？才能っていらなくない？なんか思うんだけど、本人がやりたいことをやってるのに才能って俺いらないと思ってて、なんだろう、やりたいことをやってるやつがかっこいいっていう、別に才能なんていらないっていうことを俺はよく言ってるかな。いや、将来のこと考えてない。
予算落ち目かな。絶好調だと思うけどな、予算は。予算が落ち目だとは思ってないかな。すげえ調子いいと思ってる、むしろ。出会い系アプリとかやってないけど、現場にいいカメラマン落ちてないかな、近場に。いや、分からん、どこに住んでるか分かんないもん、あいつぐさんが。配信厳しいですか。楽しいっすよ、楽しいっすよ。俺は好きだね、配信が。小説は書かないっすね。むしろ小説読まないもん。書かないし読まない。全然。で、でも今の時代、モデルさんの方が需要高いと思って、カメラマンってツイッターとかで募集したらさ、結構集まらない。あ、田舎の方なんだ。愛媛の方なんだ。東京とかだと、カメラマンの方が、ないがしろにされてて、女の人すげえすぐ集まるってイメージだけどね。カメラ撮ってって言うと、もうその日に何人も集まるみたいな。被写体探す方が難しいんじゃね。そういうイメージかな。なんかカメラマンの方が多いっていうか、脚本書いてるよ。この前も何個か書いたけど。読む？脚本。5個ぐらい作ったかな、脚本。今、就活で東京行くってツイッターら大量に。あ、東京は人すぐ集まるね。東京はすぐ人集まる。地方だと、まあ、カメラマン少ないのかもしれないよね。分からんけど。本棚漫画っすね。本棚漫画っすね。あ、カオスからこんばんは。いらっしゃい。カオス終わったの今。どんなジャンルの脚本？わかんない。ジャンルとか、ジャンルにこだわって作ってないから。この前の脚本あるかな？見てみようか。ちょっと待ってね。どこにあんだ？どれだ？これか。リスナーから受けが良かったのが2本目かな。すき焼き食べたい、失恋をした彼女は泣きながら夜道を一人とぼとぼと歩いていた。真夜中の午前2時、終電はない。悔しくて悔しくてずっと泣き続けた。泣き疲れた。気がつくと誰もいない公園。彼女はふと砂場へ向かう。砂場にはすき焼き食べたいと文字が書かれていた。彼女は想像する。一体誰がどんな気持ちでこれを書いたの？ホームレス？貧しい家庭の少年？日本にはすき焼きを食べれない誰かがいるんだ。彼女はさまざまなことを想像した。いろいろな人が砂場にすき焼き食べたいと書いている。ふと気がつくと失恋していたことを忘れていた。そしてお腹が空いていた。近くのコンビニで買い物をする彼女。公園に戻りベンチに座り無我夢中で食事をする。もう失恋なんて忘れていた。ああ美味しかった。食事を終えた彼女は砂場に何かを書いている。公園から立ち去る彼女。
彼女が食べたのはタピオカドリンクとトルティーヤだった。っていう作品ですね。ひげはね、短くカットしちゃったね。ひげは短くカットしちゃった。すき焼き食べたいっていう作品ですね。いい話でしょ。泣けるよね。すき焼き嫌いなんだ。アイテム上がってないね、今日。他の作品もあるよ。他の作品見てみる。他の作品もあるけど、もう一個紹介しようか。もういいの？すき焼き食べたいじゃん。他にもあるけど。脚本いらない？お願いします。じゃあもう一個いこうか、砂糖を入れた料理が嫌いなんだ。他も？ああ、じゃあもう一個、ちょっと待ってね。見たい？ちょっと待ってね。何があったかな。じゃあもう一個、走る少女。少女は全力、少女は走る。全力で走っている。美しい海沿いを、騒がしい街並みを、通学路を、とにかく全力で走っている。子供の頃からずっと走り続けている。そして彼女は転ぶ。派手に転ぶ。あざだらけになっていく。それでも彼女は走り続ける。そして彼女はパン屋に嫁いだ。このタイトルが走る少女だね。これが走る少女っていう作品。これは走る少女。もう一個いく？もう一個いく？ああ、魔女の宅急便思い出す。ああ、分かってくれるか。見たい？じゃあ最後ね。次の最後の作品。もう今日もうお腹いっぱいなんで。人類は変わる。少女。博士、ついに完成しましたね。うむ。相対性理論は間違っていたのじゃ。このプロジェクトが発足してから早16年、博士の苦労がついに報われるのですね。うむ、紆余曲折あったが、ついに人類は変わるのじゃ。
人類は火を起こし、言葉と文字を習得し、農耕を覚え、産業革命を起こし、そして情報革命で行き詰まった。うむ、そうなのじゃ。テクノロジーの進化がシンギュラリティを起こし、人類は救われたかと思いきや、逆に自らの最悪を招いたのですね。うむ、その通りじゃ。博士、今すぐ学会に発表しましょう。嫌じゃ。博士、なぜなのですか。この発明は人類は救われるのですよ。知らん。わしは人間が大嫌いじゃ。人類なんて知らん。博士、世界ではこのような発明が無数に存在している。ありがとうございます。いやいや、映画です。映画の脚本です。やめてください、本とか、うん、はい、ありがとうございます。トレーニングしてない、うん、してない。知らん、知らん。じゃあ通常枠いきます。お疲れ様でした。